グラスヒュッテンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区に属すホーホタウヌス軍の町村である。タウヌス山地の境にヘシュタインに近い、タウヌス自然公園に位置する、この町は、かつてのグラスヒュッテン、シュロスボルン、オーバーエームスが合併して成立した。グラスヒュッテンの長域西部は、ホーホタウヌスの細い山並みの中にあり、 タウヌス主脈の三つの山頂を含む、シュロスボルン地区のブッツニッケル、グラスヒュッテン地区のグラスコプフとタウヌス山地で2番目に、高いクライナーフェルトベルクである。主有のグラスヒュッテン地区自身は、グラスコプフの西 1km の連邦道 B8 号線沿いに、ある。B8 号線はこの地区内で、リーメスと交差している。リーメスはこの町のシュロスボルンと、グラスヒュテンで、 北の町境を成している。オーバーエムスは、リーメスの北側にある。グラスヒュッテンは、北は、バルトエムス及びシュミッテン、東は、ケーニヒシュタイン、南はケルクハイム及びエップシュタイン、西は、イトシュタインと境を接している。グラスヒュッテンは、グラスヒュッテン、オーバーエムス、シュロスボルンの3地区で構成されている。シュロスボルンの市壁と等の移行現在のグラスヒュッテンの、 長域は古代のローマ帝国のゲルマニアスペリオル属州と自由なゲルマニア人との国境地域にあたる。現在の長域の中央をリーメスが通っている。この地域には中世初期にはアラマンニニン後期にはフランク人が住んでいた。シュロスボルンは1043年、オーバーエームスは1294年に初めて文献に記録されている。この地域は ケーニヒシュタイン・エップシュタイン家の所領で、マインズ選定校の霊園に属したが、オーバーエームスは、後に、ナッサウ伯領となった。グラスヒュッテン集落は、おそらく集落とグローサー・フェルトベルクとの間の森の中にあった数多くのガラス工房がその起源であると思われる。当時のガラス工房の遺構は、エムスシュルフトに残されている。グラスヒュッテンは1462年4月6日に、 マインズ市教領のフェーデに巻き込まれた。ケーニヒシュタイン・エップシュタイン・ハク・エーバーハルトは、アドルフ・フォン・ナッサウの最も重要な同盟者の一人であった。ディーター・フォン・イーゼンブルク軍が、守りを固めた陣地を攻撃したが、1462年4月9日には、すでに損害が大きいことから退却したと、歴史家のカール・メンツェルは報告している。 グラスヒュッテンの破壊はアドルフに大きな経済的損失をもたらした。1806年の新生ローマ帝国崩壊とともに、超域全体がナッサウ領後にはプロイセン領となった。1971年12月31日にグラスヒュッテンとオーバーエームスが自由意志に基づいて合併し、新たな町グラスヒュッテンとなった。 1972年8月1日に、ヘッセン州の地域再編に関する州法に従って、シュロスボルンがグラスヒュッテンに編入された。グラスヒュッテンには、地区議会や、地区長などの行政地区が設けられていない。グラスヒュッテンの町議会は23議席からなる。グラスヒュッテンの文章は、ハイン・ツリッツによってデザインされ、1974年4月30日に、 ヘッセン州内無償の認可を得た。図柄は、基部から髪型に大きく三角図形で左右に分割されている。三角図形は、金の小さな四角形を散らした青字で、金色の四子の頭部が描かれている。向かって、左側は金字に青い塔。向かって、右側は金字に根を張った青い木。この紋章の要素は、それぞれの地区の紋章から取られた。塔は、 シュロスボルンのもので、中世初期の状態を表している。木は、かつてのグラスヒュッテンの印象に基づくもので、保養地であることを意味している。ナッサウのシは、オーバーエムスのもので、他の2地区とは異なり中世世紀からすでに、マインズ選定工領ではなくナッサウル人園、工領に属していたことを象徴している。グラスヒュッテンは、連邦道 B8 号線沿いに位置している。この町は、 ラインマイン交通連盟のバス路線を介して公共旅客交通に結ばれている。町内をドイツリーメス自転車道が通っている。この自転車道はオーバーゲルマニシャーレティシャーリーメス沿いにライン川沿いのバートへ人間からドナウ川沿いのレーゲンスブルクまで 818km 以上を結んでいる。グラスヒュッテンはラインマイン地方全域からの日帰り観光地となっている。 この街の見どころは以下のものがある。森のガラス工房、エムスバッハシュルフト森のガラス工房、エムスバッハシュルフト森のガラス工房エムスバッハシュルフトの後は、エムスバッハ川の峡谷上の谷にある。ガラス工房は、広さ約300平方メートルで、中央路と4つの袋からなる。成立は1450年頃とされている。2000年に、考古学者、 ペーター・シテップーンの確実指導の下で発掘調査が行われた。翌2001年に観察目的で現状保存がなされた。最大の炉は北側にあり、窓状の開口部がいくつも開いていた。内部には約1.70.6メートルの壺台があり、誘拐ガラスを入れた粘土製のガラス壺が2から3個置かれており、開口部からガラス職人がガラスを採取した。 残りの炉では器がゆっくりと冷却されたり原料が乾燥されたりしていた。また板ガラス製造のための新展炉もあった。ガラス作りのためには中央炉の温度は摂氏1200度が必要であった。残りの冷却炉は摂氏400度程度であった。熱源はブナの焚き木が用いられた。集落からガラス工房までバルトグラスベークが通っている。 この遊歩道はガラス作品に縁取られており、ガラスをテーマとしている。リーメスガラス工房の北西にマイゼルのお木がある。ここには広さ約0.7ヘクタールの石像建築が保存されている。この建物は160年頃にリーメスの強化のために設けられた。リーメス状の門の跡はこの敷地内にはっきりと見ることができる。リーメス自体はこの長域を貫いて伸びている。 かつてのフェルトベルク城もグラスヒュッテンに含まれる。この城の北西壁はニーダーライフェンベルクとの境界上にある。グラスヒュッテン地区の北の入り口にリーメスへの玄関口が設けられ、リーメス遊歩道の出発点として用いられることになっている。バイル川の水源バイル川の水源バイル川の水源は地理上はグラスコプフの反対斜面にあり、このため観光客は ニーダーライフェンベルクからここへやってくるが、実際は、グラスヒュッテン町内に位置している。遊歩道ハイキング、散策、サイクリングのための一連の遊歩道が、グラスヒュッテン周辺のタウヌス山地を結んでいる。この町では日本の欧州広域遊歩道 E1 号線と E3 号線とが交差している。この文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。